音楽劇精霊の守り人に出演します神田役の山崎重則です。はい、いや非常に興奮しております。そもそもこの作品自体を小説大好きで読んでおりましたし、その中でもすごい好きなキャラクター神田を演じさせていただけるということを本当に光栄に思っております。劇場に来てくださる皆様、大人の方からもうね、あの小さなお友達までいろんな方がいらっしゃると思うんですけれども、どの世代の方が見ても楽しい作品になっております。いや、そうします。私が、いえ、みんなでね、私の力なんて本当に些細なものでございますけれども、本当にあの物語って素敵だなとか、もう人が成長する姿ですとか、もういろんなことが描かれております。ね、もうそういったところを、ね、見ていただいて何かを感じていただけるんじゃないかと思います。そしてこの作品の主人公はですね、チャグムという少年なんですけども、もしかするとね、小学生の子とかからすると一番近いのはその主人公のチャグムなんですよね。そのチャグムが成長する姿をね、ぜひ見ていただいて、こう何かね、一つでも持って帰っていただきたい、ね、で何も持って帰れなかったっていう人はもう本当に密成劇場というそのすごい劇場を見ない、それだけでもいいです。それだけでもいいんですけれども、プラス何かを持って帰っていただきたい、ね、思いで頑張ろうと思って日々稽古しております。皆さんぜひお楽しみに。